はい、ただいま2024年の1月30日です。火曜日です。今日はですね、こちら、届いておりますので、ちょっとこれをご紹介したいと思います。これ何かと申しますと、まあ、開けていきたいと思います。こちら、ほうきですね。ほうきということで、まあこれちょっと前に動画で話してるんですけど、結構カスが飛ぶんでですね、カスをきれいにするためにということで、こちらのほうきを買いまして、これですね、これ一応半額だったんですけど、1本これ4600円する、まあ伝統的な日本のそのほうきを作る職人のほうきです。1本4600円が半額で2300円でしたんで、買いましたというところです。ご紹介したいんですが、三好漆器本舗と、漆器ですね、漆器本舗というところから買いまして、一応買いましたと。まあ、やっぱりですね、まあ、例えば同じようなほうきであればですね、これ、まあせいぜい、まあ、800円ぐらいであるんじゃないかと思うんですよ。まあ、もっと安いやつは安いかもしれないですが、この柄の部分とかもですね、ちょっと画像では見にくいと思うんですけど、柄の部分も、まあ、やっぱり立派なんですよね。非常に持ち手がいいというか、まあ、そんな感じですね。はい。この紐の部分もですね、ちょっとなんかひょろっとなってますけど、やっぱりすごいなんかこう、貫禄があるというか、なんか雑な作りではあるんですけど、貫禄があるんですよね。で、ちょっと早速ですけど、ちょっとこのビニールを剥がして、どんな履き心地かちょっとやってみたいと思います。はい。これ最初に画像で見た時思ったんですけど、小学校の時のですね、教室にあるほうきがこんなんだったなぁと思うんですよ。で、昔はもうこの手が、まあ、主流だったと思うし、まあ、ちょっと手触りからすると確かにこれはかなり丈夫な感じがしますね。山にたまに生えてるこうシュロの木っていうやつがあるんですけど、このシュロですね、これで作られた、まあ、伝統的なほうきということで、非常に丈夫だということなんですね。やっぱり伝統的な日本の、まあ、器具というか道具というか、まあ、そういったものをですね、まあ、しょうもないメイドインチャイナに、プラスチック製のメイドインチャイナ、まあ、せいぜい何年かしたらもう壊れてるような、そういったですね、安物に置き換わってしまったということが非常に残念でならないんですけど、やっぱりこう、数年したら壊れるようなものをやっぱり使うべきではないかなと正直思うんですよ。まあ、今もですね、こちらの電気、自動センサー式のライト、もう片方壊れたんですよね。結局1年しか持たなかったというやつです。ちなみにこっちの左上に設置してるやつはですね、これ同じメーカーのやつなんですけど、これはもう5年ぐらい持ってるんで、かなり長持ちするんですけど、こっちは1年持ちませんでした。1年しか持たなかったというやつですね。結局また新しいやつ買いました。だからこれはゴミになるということなんで、まあ、やっぱりせっかく設置してもですね、1年経ったらもう壊れてるというようなものよりもですね、ちゃんとしたしっかりとした日本製のものを買った方がいいなということを、まあちょっとお伝えしたいかなと思った次第です。これやっぱかっこいいですね。非常に。ちょっと履き心地がいいかといえば、いいですね。はい。履き心地よしと。あ、ちなみにですね、こちらの丸ノコはこれ日本製でした。ちゃんと書いてます。メイドインジャパン。これ13万円しましたんで、はい、そういうものでしたというところで、まあ、今回はちょっと工機をですね、買いましたよということで、これで床に散らばったノコグズとかもこれで装置ができるというやつですね。ちょっと思った以上にちょっと頑丈で、非常に満足しています。はい、ということで、こちらの工機の紹介でした。はい、今、1月の30日の夜なんですけど、まあ、こちらちょっとインパクトをですね、こちらかけているのを、まあ、見ていただけるかと思うんですが、これ以前ですね、ギターをかけるために作ったこれがですね、まさしく、まあ、インパクトをかけるのに、まあ、ベストマッチしているので、こちら、これをですね、まあ、インパクトってこう形がこんなだから結構収納が結構難しいんですよね。なので、こうやってこう、
ギタースタンドに作ったやつをそのまんまちょっとインパクトスタンドにしてしまおうかなと今思っています。ちょっとこれ傾斜がもうちょっと傾斜を落ち着かせてもいいかなと思うんで、こう斜めだいたい10度ぐらいになってるんで、まあ斜め5度ぐらいのかなり緩い傾斜ぐらいにしたらですね、バランスがいいんじゃないかなとかちょっと今思っているところなんですね。はい、ということで、まあこれもですね、まあ本当になんかこういうスタンドみたいなのは結構使い勝手が良くてですね、桁置きにしてます。かなりこれはこれで使い勝手もいいんで、どっちで使おうか迷うぐらいですね、結構いい感じになっておりますよというところなんで、はい、まあそんな感じですよというちょっとしたお知らせでした。今日はまだ夜なんで、平日の夜なんで、また来週ですね、土日になったらまた作業をしたいかなと思っているところですね。はい、ただいま2月1日ですね、夕方です。ちょっと仕事から帰ってきてちょっとここにやってきましたと。ですね、一応これ取り外せるんでちょっと取り外しています。で、前回板を埋めてしまったんですけど、板をこう隙間なく詰めすぎたんでこう外せなくなってたんですよね。なので今ちょっと板自体を一回取り外して、で、取り外しが自由にできるようにちょっと加工していこうかなと思っているところですね。まあ、あと昨日ですね、こちらの、まあ、夜なんですけど、こちらの、まあ、物差しというか長い2メーターの差しなんですけど、これをですね、こう取り付けれるようにちょっと加工していますので、ちょっとまあ見えにくいかもしれませんが、ここにですね取り付けれるようにしておりますというところです。こんな感じで、差しをここに置けるようにしておりますという感じですね。なので今からちょっとした加工をですね、やっていこうかなと。平日なんですけど、時間を使ってですね、なるべく早めに作業を終わらせたいかなと思っているところですね。はい、というところです。はい、ただいま2月1日の夜8時ぐらいですね、まあこちらのイルカの絵はこれは多分ラッセンの絵だと思うんですけどね、近くに行かないとですね写真かと思うぐらいすごい気に入ってるいい感じのイルカの絵ですね。これは中古屋さんでいくらかで買ったやつなんですが、まああれですね、複製ですけども、まあ、プリントなんですけどね。はい、そういうことで、まあ、一応ですね、丸ノコ動画なんですが、今、まあ、2月1日木曜日現在、まあ、こういうこと考えてますよっていうお話をしようかなと思います。まずですね、こちらの赤いラックの中にですね、ちょっともうほとんど、まあ、無駄なスペースになっていて、空間みたいな感じになってるんで、まあ、ここにもですねちょっと棚を作りたいなと思っていて、ここの棚をですね作ります。で、今ここに木材を置いてるここにもですねちょっと棚を作って、置きたいと思っていて、でさらにこの赤いラックの外側にですね、インパクトとかを収納できるようなインパクト棚というか、まあ、そういったものをですね作ろうかなと思っているところです。あと、まあ、まだちょっと丸ノコのですね寸法を測るためのサイズをこう分かりやすくするためのジグっていうか、そういったものも作りたいかなと思っていて、であとこちらの棚ですね、こちらの棚も今インパクトとかのまあ、パッケージじゃないですけどバッグがですねあそこにあるんですけど、中身何も入ってないんですよね。結局非常にもったいないスペースになってるんで、ここを活かせるような、まあ、そういった、まあ、ラック的なそういったものも作ろうかなと思っています。うん、あとは、まあ、とりあえずあとはですね、だいたいこの小屋の中が片付いたら、今度はまた炭焼き小屋をですね整備しに行こうかなと思っているんで、それ関連の道具とかもちょっと準備しながら、今度は外をですね整備していこうかなと思っております。まだまだこのまんのこシリーズはちょっと続いていくんで、ある程度ですね、納得いくまで作ってから、やろうかなと今意気込んでいるところですね。はい、それでは、まあ、最後まで頑張っていきたいと思いますので、最後までどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ただいまですね、2月の4日日曜日ですね、2月4日日曜日に夕方なんですけど、ちょっとだけ作業しているという感じです。今日はちょっと動画を作ったりで、あんまり作業できなかったんですが、まあ、ただいまですね、ここの今角の部分を三角に切って、でそれで一応あの板をまあ、こう抜き差ししてですね、いつでも取り外せるような状態の、まあ、支えテーブルみたいな形にしようかなと思ってですね、まあ、加工中です。で今回ちょっと初めてですね、この直線あの90度じゃなくて角度をつけた形で切ってみました。かなり使い勝手がいいですね。結局三角形に切ろうと思った時に、まあ、かなりどんな感じになるかなと思ってやってみたらですね、まあかなりうまい感じにいったかなという感じですね。で一応今ちょっと切ってる途中なんですが、こんな感じでですね、こう斜めにきれいにカットできますよと。でちょっと30センチ以上切れないんでですね、まあ、斜めになるんでそれもちょっと短くなるんですが、ちょっと残ってますから、これをまああともうちょっと切って、でそれが三角形にきれいに切れるというところです。でこれをですね、あのテーブルの部分にこう刺して、であそこが給油口になってますから、給油口をいつでもこう準備できるように、まあ、抜き差しできるような撮影テーブルという感じで仕上げたいかなと思っています。実際ちょっとやってみたいと思います。はい、まあ、こんな感じでですね、こう三角形に切った切れ端の、まあ、残ってる方をですね、こうやってテーブルにすることでこの角が埋まりましたよというところですね。はい、切った後は今まだここにひっついております。であとはこのテーブルのエンドをつけて、一応かっこよくするという感じですね。はい、ちょっとまあそこまで、さっといきたいと思います。はい、ということでこの角の部分のテーブルが一応完成しました。まあ、こんな感じなんですけど、一応これをですね、これ引っ張ったらこう抜けるようになっていて、まあ、裏は一応こんな感じでかなり適当なんですけど、板を合わせてですね、こうこれがキュッと収まるような感じで合っています。あまり重いものは乗せれないんですけど、まあ一応仕上がりとしてはこんな感じで十分かなというところですね。まあ、今日は一応この辺りにして、で明日からまた月曜日ですから、また1週間始まるので、またしばらくしてから作業を再開したいと思います。はい、例えば2月4日の夜の9時前ぐらいですね、一応ですね、まあ、今日一日動画を作ったりしていろいろやって、まあ、休憩もしてですね、いい過ごし方をしておりまして、で今日はちょっと警報の動画を出してですね、割と反応もいいので、それを、まあ、自分の声を聞きながらですね、まあ、今作業していますよと。ちょっと余裕があるんでやっております。今こちらはですね、充電器を、まあ、ちょっとひとまとめにしようかなと思ってちょっと並べているんですが、まあ、見ての通りですね、これだけ種類があるんで、まあ、あんまり効率のいい買い物ができてないんですよね。マキタの 14.4V が左からいきます。 14.4V で、ボッシュの 18V、 そしてボッシュの 10.8V、 そしてマキタの 7.2V、 そして最後に 40V と、マキタ 40V、うん、まあなんかそんな感じでですね、いろんな機器を買ってしまったので、充電器が無駄に多いんですよね。これって全部とは言わないですけど、まあちょっと無駄なんでですね、まあ、ちょっと買い物を失敗したなというのはあります。ただまあこれらは全て上手に使い回していけるんで、なんとかうまくですねやっていきたいなと思っているところですね。なので、まあ、ちょっとこの1枚の板にですね、これをまあある意味こう縫い付けるというか、設置していくような感じでまとめていこうかなと思っています。基本的には板、1枚板をですね、横に1枚板があるんで、それにまあ電源コードが入るぐらいの穴を開けまして、で、あとはまあ適当に留めをつけてですね、で、まあ一箇所に集中させるというようなことをやろうかなと思っております。はい、ということです。まあ、今からちょっと、まあ、今日はもう日曜の夜ですけど、まあ酒を飲みながらですね、適当に作業していこうかなと思います。はい、ちょっと今穴を開けようとしてたんですけど、かなり大きな音が出るんで、まあ、夜ですからもうあんまり大きな音を出すとちょっと申し訳ないんでやめておこうかなと思います。はい、ということで、まあ、この充電器もですねちゃんと並べれば割と活用できると思いますんで、まあまあ、やっていこうかなと。やっぱり夜はちょっと作業はちょっと厳しいですね。
ということで、もうそろそろ上がろうかなと思います。ではまた次の動画です、やっていこうかなと思っております。はい、はい、ただいま2月5日の夕方過ぎですね、一応昨日穴を開けてですねやろうと思ったらもうちょっと夜遅かったんで、まあ、続きは明日ということで今それをやりましたと。で一応こう板に乗せて裏に穴を開けて、で電源ケーブル自体をちょっと結んでっていう、まあ、ちょっとまだ途中処理なんですけど、まあ、最終的には電源ケーブルを一つに集約させて、で、まあまあ、やっぱりこう一箇所に充電器を集めるっていうのをやりたかったんで、まあ、それをやろうかなと思っている途中ですね。はい、ということで、まあ、こんな感じでだんだんとこう、まあ、この小屋自体が整備が進んできてるんで、まあ、非常に使い勝手も良くなるかなと思っているところですね。であと今こちらの棚みたいなのがあるんですけど、ごちゃごちゃになってるやつをですね、これはもうちょっと自分の部屋にも持っていこうかなと思っていてですね、でこの丸のこ台の手前がなんかごちゃごちゃしてるのをもう全部どかしてしまいたいかなというとこなんですよね。はい、で丸のこもやっぱちょっと高いから、やっぱちょっとこう何らかのこう土台みたいなのが必要かなと。足元にまあそうですね5センチぐらい上げてあげればですね、まあ、高さは解消できるかなと思いますので、うん、まあそういうことを今考えておりますという感じですね。はい、というところです。